ドライフがデポとかくだらないけど、それが断りなんだって、もうまいっちゃうね。抗うためにエスケープ from 天元、蛇のように対前線だけど、最後逆転の一手だけ、なぜか詰められないの。人生は想像よりも狂っているらしい。半端な命の関数を少々ここらでオーバーライドしたいところだけど、現実はそうそううまくはいかないようで、吐いた言葉だけが心情だって思われて、また離れ離れ。まあこの世の中ガチャの引き次第で、何もかも説明つくわけだし、巻き返しに必要な力で別のこと頑張ればいいじゃん。まあこの地獄の沙汰の種次第で、どこまでも左右できるわけだし、あんたが抜け出せるわけがないよ。それで話はおしまいならばもう来ないからね。後悔さにかまけた人生はきっと燃やされてしまうらしい。じゃあ私などいらないと消した。果てにいたフワライド、したいだけ探した冒険、読んじゃいない人間の思うことは知らないね。あんたが解読そんな行動ばっかもてはやすユーザーよ。吐いた言葉の裏なんて知る由もないだろう。